さあ、皆さん、放送終了後の反省会でございます。本日もですね、皆さん、ご覧いただきまして、そしてコメントを寄せいただきまして、ありがとうございます。大輔さんがですね、出落ちで行きたいというところでございますので、今ね、外がだいぶ風がすごくて、吹いている状況でございます。それを大輔さんは見せたいということでございます。じゃあ、行ってみよう。現場の大輔君、皆さん、声少し聞こえるかな？札幌村ラジオ前の山田君なんですけれどもね。山田君！山田君、聞こえてるかな？山田君、山田君！札幌村ラジオ前の山田でございます。風すごいね、山田君。山田君、開かないね。自動ドア開いて入れた。札幌村の山田でございます。風が強い。すごいですね。山田君、今日も自動ドアに、嫌われている模様でございますけれどもね。大丈夫？札幌村ラジオ前の風がすごい強い。今まですごい強いって言いながらも、そんなに今大差入ってこなかったんですけれどもね。すごいらしいですね、今、札幌地方。開かない。まず自動ドアが開かない。山田お待たせしました。札幌村ラジオ前で山田でございます。山田くん、そんな強そうじゃないな。山田くん楽そうだね。山田くん山田くんでも外そんな今さっきまで強いはずが。でもだって風がそんなに髪型がね、なびいてないんですよ。髪がなびけばね。ほら、普通にも通ってった方もいらっしゃいますし。大丈夫そうでしょ。今だってついさっきまでで普通に通ってた人いるでしょ。風が今髪が落ち着かねえな。髪型がそんなになびいてないの。それだってもうね、4度でちょうどほらほら全然大丈夫なんですよ。全然大丈夫ですって言われて、ですから寒いんだよ。ついさっきまで強い風が吹いてね、髪がもう髪型がさすのに見られてましたけど、今少しまた増えてきた。今少しね。今、大輔君の全然飛びそうでね。そうなんですよ。もうね、七三になってきたし。しまった。しまった。あなたよ、ほんとに。いったよ。もう意味入ってるね、ほんとに。いや、風もね。死ぬのよかったなって思って出たんですけど。おべやさんが寒いのに茶番お疲れ様です。で、おやきみにもさんも定番ネタから。最近あなた出落ちのこういうの好きですね。すいません。自動ドアネタ。すいません。でもほんと風すごいですね。なんか今。音聞こえます？皆さん。ガタンガタンなってるんですよ、風で。夕方ぐらいからずっと風がすごいですもんね。シャッターがダダンダダンになってるんですけどもね、風がすごいですね。今でも僕が中継に出る前はもっと風強かったんですよ。そうですね。放送中、本放送中ね、スタジオの方からすごいって言ってましたね。さっき人が中継やろうとしたとダメだ。そうそう、意外と風が収まっちゃって何も面白くない感じ。そうですね。ね。やめましたけど、今でもまた今吹いてるんじゃないですか。今通行するね、バタリしたらね、ただ僕バカです。自動ドアの前でまた何か喋ってる。札幌村ラジオっておかしい人しかいないんじゃないか。やめてください、札幌村ラジオの品格を疑われますよ、これ。すいません。向かれと思いましたね。あとメガネのおっさんがなんか自動ドアの前でやってるよみたいな感じになるんですよ。向かれと思ってやったんですけど、ね。これ、大家さんがずらかって。なかなかね。ガタンガタンなってますけど。でもね、別に普通に歩いてますね。ね。
ということでございましてですね、まあ、もう本当、今日は関東地方でも春一番が吹いたということで、はい、でも、こっちはまだね、でも春一番どころか、まだ、ま、冬の最中じゃないかっていう。なんか景色だけ見たらね、はい、みたいね。だって関東の方とかね、うん、もう20度近くになったというお話でしたけれども、はい、20度なんて言ったらもう、北海道出た初夏ですもんね。そうだね。うん、もうあの数ヶ月後ですよ。大丈夫ですか、風。なんなんですか、ね、台風ですか、今日。今日台風ですか。まあ、あの、はい、春になっている証拠なんでしょうけどね。はい、そうですね。はい、うん、ただ寒いですよ、結構。いや、寒いですよ。だって、ここで自動ドアが開いただけでもすごい寒い風が。うん。風が冷たいですね、うん。春はまだなんですかね。札幌の春。うん、くださいよ、春。でも、あの最後、ちょっと時間なくて言えなかったですけど、はい、5度以上になる日も少しずつ増えそうですよ、はい、これから。ね、日中はちょっと暖かくなってきたんですけどね。この週末も3連休また気温上がりそうですね。うん、だから結構雪は溶けるんじゃないですか。うん、3連休ですか、世の中は。春分の日そうですね。うん、そう、あの連休といえばね、今年のゴールデンウィークですよ。はい、なんかカレンダーないかな。今年のゴールデンウィークも長そうでしょ。確か。まあちょっと間が空くような感じになるんですけど、取る人が取ればもうまた10連勤レベルぐらいだったかな、確か。今回3456がカレンダーないですか。カレンダーね、これ今5月なんですけども、3456あたりが、この赤い部分、これ、笑いながら、自分で振っといてね、その、僕だって我慢してるんですから、笑いながらね、冷ややかな笑いをしながら、こいつ何やってんだみたいな感じで去っていくのやめてくれません？自分から振っといて。僕だって分かってるんですよ、ダダ滑りなのは。最近放送中よかったね。マインドウォーカーの曲どれにするって聞いたよね。何つったんだっけ、あのマインドウォークでって言ったら言ったのさね、多分分かったと思うんですけど、あのいきなりね、あの電気暗くなった、ね、そうそう、電気暗くなったタイミングがあると思うんですけども、あれ、あの僕たちが曲を選んでる最中で、僕がじゃあマインドウォークでって言ったらバツンって切れて、別にそこ別に受け狙ってないから滑ったとこじゃない。上相撲中継からずっとあの滑ってるみたいになっちゃうんでね。確かに僕滑ってたんですよ。滑ってるの分かってんすけど、そう滑ったら、はい、今日ね、あのスタジオの外でですよ、はい、あの工事が行われてて ね、で、あの朝からずっとね、あのウィン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 言ってて音がしてたんですけれども、僕が滑った瞬間シーンとなりまして、みんな帰ったんじゃないかっていうぐらいシーンとなったんですね。その流れからずっと来てまして、さっきのライト事件ですよ。ライトもね、別に僕受け狙ったわけじゃないのに滑ったみたいな感じになってましたけどもね。でもカレンダーは本当にただただあの振るものを持ってきた、探しに行っただけのおっさんになりますよね。ね、そうだから連休がですね、ゴールデンウィーク今年も長そうだなって思いましたね。4月28、9あたりからのね、連休を取られる方は。確かね、火曜日か水曜日あたりまで3、4、5、6か。5月の3、4、5、6はね、確かね。まあ、僕の iPhone 君見れば早いんですけどね。別に僕の iPhone 君見ればあのカレンダーなんて書いてあるんですけどもね。これが、4月ですね、今回ね。4月の紳士服の世界紹介編っていうのがある。これ4月です。で、ここがですね、この小さい四角あるでしょ？ここが、3456っていう風に続いてるんですね。大好きなんかお風呂に小福くんを持ってきました。これ6月。あの、6月もう連休じゃねえし。これが6月なんですね。6月といえば、海坊主の誕生日なんですけど、海坊主の誕生日の6月17日、この辺ですね。ただ真っ赤っかだから全部休日かよみたいなね、あのツッコミもありそうですけども。まあこれで5月、6月のカレンダーが揃ってるんですけれどもね、次は何月が来るんでしょう、明日。これ明日ね、明日のカレンダー、カレンダーピンポイントで明日だけって日めくりじゃないんだから、確かにこれこういうことになってますけれどもね。こういうことになってるんですけどね。あ、時間ですって大好きだ。僕ね、
アジアンカンフージェネレーションさんはですね、僕大好きなんですよ。大好きなんですけど、まあ、ノースアイランドでですね、しりとりの企画がありまして、で、まあ、アーティストの名前を言おうという縛りがあったときに、もうアジアンカンフージェネレーションってもう文字がめちゃめちゃ長いんでね、まあ、それを選ぼうかなと思いつつ、まあ、ちょっとね、極限状態だったんでしょうね。皆さんも、やっていただけると分かると思うんですけど、しりとりを延々ずっとやってるとね、もう何でもどうでもよくなってくるんですよ。で、アジアンカンフージェネレーションって長いなと思って、あ、でも、うんつくな、でもいいやと思って、アジアンカンフージェネレーションって言って、うん、しりとりを唯一だと思うんですよ。僕、日本探して唯一だと思うんですけども、うんをつけてしりとりを終わらせたっていう伝説がありまして、このアジカンさん、ねえ、このエピソードがある前から好きだったんですけど、このエピソードあってからはもう、アジカンさん僕の中でね、マイフェイバリットになってますね。まあ、あっていう感じなの。大輔くん、大輔くん、これしまっといて。あ、次、次いつですか。これいつのカレンダーですか。次いつだ、ちょっと見て。これ、11月7日のカレンダーですね、これ。11月7日のカレンダーでしょ。あ、そんなカレンダーあるんだ。ただね、ただ2012年11月7日のカレンダーなんですけど、ただすごいですよ。ここに、ここにサインが書いてあって、これは2013年10月8日。だから、このカレンダーは11月7日でもあり、10月8日でもあるっていう、すごいカレンダーなんです。すげえカレンダーだ。本当大丈夫ですかね。僕たち渡辺要さんね、怒られるんじゃないかと思いますけど。いつですか、連休の話をしてるんですよ。連休の話をしてるんですよ。そうですね。これねじれてるんじゃないですか、これ。あ、ここほら、ちゃんとここ、ね、僕ね、上りにはうるさいですよ。僕、上りにはうるさいですからね。この上り、ちゃんとここ枠を通してないじゃないですか。通しますよ、僕、これ。上りをやってた時期があるんでね。上りにはうるさいです。ここちゃんと通して。あ、これ通せないんだ。なるほどね。通せないから通してないんだ。よし。じゃあ、これ何月かな？あ、これ、6月ですね。6月なんですよ。で、この人はね、まあ、酔っ払ってるわけです。今時いないですね。このお土産をね、何でしょう、折り詰め的な感じのお土産持ってるんですね、この人ね。酔っ払ってますけれどもね。このお土産、こういうお土産買ったことあります？大輔さん。ないね。まあ、ないでしょ。この寿司とかね、サバ寿司とか入ってそうな。このお土産って逆にどこに売ってんだろうっていつも思うんですけど。とりあえず、いい、ボケ終わった。帰るぞ。ボケて。ちゃんとボケてね。何がボケてねってなんですか。これもそうですね。お土産持ってますね。これもお土産持ってます。ただね、この絵、僕たちがね、よく富士山の絵とかを出すんですけども、綺麗な絵を出したいときね、これもいいんじゃないですか。これも綺麗な感じになりますけどね。僕が言いたかったのは、だから、連休のお話ですよ。29日が火曜日なんですけど、もしね、ややもすると、この26日から連休取っちゃう人がいたとしたらですよ。26、27、28、29、30。もう4月だけでも5日間でしょ。1、2、3、4、5。で、この5月入っても取ろうぞという人。休みを取ろうぞ、私は。もう5日間プラス、1,2,3,4,5,6。もう11連休ですよ。全部連休取ったとしたら。どうしますこれ。今年のゴールデンウィーク。あなた何ですかもうボケることしか頭ない人みたいな感じになってますけども。何なんですかもうこれ戻してください。ゴールデンウィークに対して無関心すぎるでしょ、あなた。どこの、まあね、日本中探しても、ゴールデンウィークに対してそこまで興味がない人なんてあなたぐらいじゃないですか。なんで興味ないんだろう。いや、僕だってね、別に休める休めない関係なくですよ。ゴールデンウィークぐらい
何日ぐらいかなっていうの少し関心ありなさいよ。うん。関心なさすぎ。それよりも何よりもあの渡辺かなめさんの方がテンション上がったって。何テンション上がったよ。ありましたね。あれすげえよ。そっちの方ばっかりだもんな。それはね、体張ってね、手落ちにもなりますよ。外どうでしょうね、風ね。うん、ほんとね、早く春が来てほしい。あ、エクシンさんありがとうございます、こんばんは、反省会から参加ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、エクシンさん、そうですね、リライト。アジカンさんで好きな曲。リライト入ってるんです、僕の iPhone の中に、うん。いい曲なんですよ。でね、アジカンさん、僕が一番好きな曲はね、これ、ユーザーのボケも全部シーンって感じ。そうですね、あのボケに対しては誰も何も突っ込んでくれないから。全部滑ってた、ね、全部滑ってた。あの滑るのは分かるんですけど、なんだろう、あの放置が一番辛いですね、やっぱりね。うん。うん。ないですね。もうアジカントークに花を咲かせますよ、僕も。あのね、アニメのナルト。ナルトのね、映画だったかなんかで使われた曲が僕大好きでね。これも滑るんですか、きっと。あの別に僕、受けも何も狙ってないのに、バンドの名前言うだけで滑るっていう話になるんですか？まあいいか。滑るならどうせ。クシンさん、今日の関東は20度でしたということでね、20度もあれば、もう半袖ですよ、半袖。で牛乳パックで紙相撲3日目4日目。外れてた時に、外でガーンってなんか、ドラが鳴ったみたいですよ。なんなんですか、だから、別にボケてないんですよ。半袖に対して僕、ボケてないし。なんでボケてみんなあのスルーするのに、ボケてないのに反応するのかって。お疲れ様で。もうあの、完全にドリフの世界ですよね、これ。エクシンさん、牛乳パックで紙相撲3日目、4日目終わりましたが、全勝も少なくなりましたねということで、あと、不死鉱親分も引退ですねということで、そう、不死鉱親分、ねえ、あの元々の名前を増子親分っていうんですけど、本当ね、この人がこう歴史を変えたと言っても過言ではないくらい頑張った力士の一人なんですよね。親分さん、元気にしてるかな、この親方。親分さん、ね、親分っぽかったですよね。だから親分さん。身長で。だからなんだろうけど。うん、いや、そこでね、またなんか、ひとひねりあったりとかするのかなと思ったんですけどね。不死鉱親分引退、次は誰引退するのかな。僕ですかね。力士じゃなく、人が。僕が見たいかな。僕ね、今日久しぶりにあの放送するねソフトが昔のに戻ったんですよ、久々に、うん、これね、あの久々にちょっととある機能を使いたいなと。やってたね、なんか、うん、あの久々にちょっと使いたいなと思うんですよ、うん、使います。ああ、それ、うん、あ、できれば知りたかったね、面白いの。なんすか。いやでもほら使えるわけでしょ。本当だ。久々にね、うん、久々にちょっとこれ使いたいなと思って、うん、あれあれあれちょっとあのはあしゃべったしましたね、これをね、モザイク初めは遊びだったんですけどってやつ、これ久々に使いたいなと思いましたよ、ね。何越えちっていうことはないよね。松福くんはどうだろうな。松福くんにモザイクかかる？ああ、モザイクかかんないな、松福くんには。どっちにもかかんなくなっちゃったもん、これ。あ、一瞬見分のほら、松福くんにはかかんないんじゃ、ちょっと僕フレームアウトしてみますか。松福くんだけでかかんないですね。でこう来ると思う。あ、松福くんはだから犯罪者じゃないんですよ、結局。いい子なんですよ。あれ
このビールグラスってあった？これこれ。これなかったですよね。ビールグラスの目。これなかったですよね。これ眉毛なんですか？まつ毛なんですか？眉毛。眉毛。なんで、ああ、こっちの眉毛はでもほら、結構、うん、結構あったもんね。いやー、懐かしいな、これ。今見ても怪しいっすね、これね。これは怪しいね。怪しいっすね。懐かしいな、これ。どうですか、インテリっぽくないですか？メーターかな、これ。ほらほらほら。メーターがピピピピって動いてる。常に。これ今やっちゃっすね。やっぱりこれですかね。うん、ああ、ちょっとほら、これだよ、これ、イケメン風になれるやつ、これ。そっか。どうも、海子です。僕もさ、うん、はい。前からずっと気になってたんだけど、はい、マスクってあるじゃん。はいはい。あの、パレードさんみたいなリアルマスクの人に、さらにマスクっていうのは、どういう風になるんだ。あ、じゃあ、マスクつけた状態でこれつければいいですよね。だから、そうそう、普通そうなるじゃん。ちょっとパレードさん呼んでいきますか。マスクしてるじゃないですか。パレードさんにこのバーチャルのマスクつけたら、どっちが勝つのかなって思いますよね。実験ですよ。パレードさん。どうも皆さん、海明神パレードですよ。何ですか、最近ちょっと本放送以外で呼ばれること多いですね。パレードさん、そのまま黙っててもらっていいですか。ちょっと、もしかしてっていう話ですね。僕、ね、あの、私マスクかってから顔として認識しないな。顔として認識しない。でっかっ。でっかっ。さっきよりでっかっ。どうも皆さん、お耳味パネルです。根性だけは残るんだ。根性残った。根性残った。根性、この根性残る。この顔に根性って似合わないっすね。顔でっかっ。ああ、こういう感じになるんですね。そうなんだ。これですかね。どう？海のとこですね。うん、あ、やっぱり認識にちょっと若干時間かかるんですね、これね。そうなんだ。はい、うん。まあ、ちょっと固まっちゃったもん。あ、来た来た来た。これやっぱりね、あのまた滑ったみたいで出ちゃったからね。あら、このあら。シーマン、シーマン。あ、ダメだね。シーマンダメ。今勝つんだ。パレードさん。ダメなんですね。勝ったね。うん。これピエロみたいなの？ピエロいきます？ね。ピエロ対パレードさん。来ないですね。あ、さっきだけなのかな。おい、パレードの方が強いわ。パレード強いね。パレードさん強いですよ。ね。ちょっと猫いきます、次猫。ほら。あれも。顔として認識されてないわけですよ、お前。やっぱりね。それ自体が死んだからね。高性能だな。ね、やっぱすごいね。これでもこれにモザイクとかかかるんですかね。かかるの？目は目ですからね、だって。まあね。このマスクが強いですね。これさっきのやっぱりイケメンマスク。イケメンマスクだけなんだ。頑張ったんだろうな。あ、でもイケメンマスクもやっぱ来ないのかな。来ないのと。さっきたまたまですかね。たまたま。イケメンマスク来い。イケメンにすらなれなくなりました。でかかったけど。あ、ダメですね。もうイケメンにすらなれなくなりましたね。ね、そっか。ダメですね。じゃあありがとう、パレードさん。もう終わりっすか。いやでもさっきのイケメン根性良かったですね。あれもう二度とできないのかな。早いな、やっぱり。
しっかりしますね。海坊です。今回の新曲は、ちょっと今日頑張っちゃってですよね。今日今回の新曲は今日頑張っちゃってあの、俺の、絶対この曲作ってね。俺のやってるバインドは、バインドって言ってましたね。今日海坊主の野郎、あの自分のバンドのことバインドって海坊主が所属してるバインドってだから今日俺ちょっと頑張ってるんで聞いてください。あの頭からすごいずれるようになっちゃったけど、俺のずれ大丈夫。あ、来たね。まあやっぱり俺ともなると武道館それぐらいのやっぱ箱じゃないと乗らないっていうか、やっぱ俺の信念ってあるんで聞いてください。海坊が所属するバインドでっていうのはね、こういう髪型でできるわけ。あ、ちょっとでもあれじゃないですか。え、こういう人いますよね。いるいるいますよね。いるいる。だから海坊主がロン毛にしたらこういうことになる。ロン毛にしてメッシュ入れたら、うん、これバンドマンっぽいじゃないですか。うん、もうちょっといいんじゃないですか。うん、今度こういうズラ買ってください。ズラ買ったじゃんこの間。今度の月曜日使うじゃん。また。いやあれズラ、あ、ズラじゃねえ。ズラじゃねえか。ごめん。ごめんか。しかも同京都で買ってきましたよ。100均でなかなかお面がなくて。なんだね。あのお面であれ500円もかかったんです。僕びっくりしましたよ。なんかあれズラじゃないです。今度の月曜日またね、ちょっと施設でライブがあるんですけど、ね、うん、それの小道具をね、ちょっとこの間買ったんですけどね、うん、ほら、こういうね、ちょっとアーティストっぽい一面もあるわけですよ、海坊も。どうすか、これ。他に髪型ないんですか、これ。あれ、ダウンロードしないダウンロードしない来週ちょっと増やしますよ、来週まで。これ、あれですね、このキャップ、メニーカムのマークついてますね、これ。本当、ほら、本当だ。バンバン宣伝しちゃってるんです。これいつものね、海坊主ね、大体こういう感じなんですよ。これ感じなの？大体こういう感じなの？すごいね。いつも、海坊主。なんでこれ、信者でしょ？だって。いつもこれ、いつも大体これ。この人いつもすすきのにいるの？信者でしょ、だって。海坊主いつもこういう感じです。プライベート。プライベートでこういう感じです。信者じゃん。やっぱりうちのバインドで。ちょっとこういうの一曲流したいと思ってるんで。まあこれはいまいちかな。ほら、え、いつも海坊主こういう感じです。こういう人に注意されてるんでしょ。こういう人に注意いつも注意されてる。懐かしいな、でもこういうのやってましたね。これ誰これ。ああ固まって見えてないから皆さん、ちょっと固まっちゃってるかな。え、袋。怪しい。これでも海明神シリーズで誰かいそうですね、こういうやつ。いそうだね、はい。絶対悪いこと考えてるもんこいつ。え、薬そんなの売ってないよ。海明神シリーズ次これいいな。これありそうですね。してな、海明神シリーズこれ。紙袋やつがいこれで、ね、出すか。あの通気性的にも悪くないと思います。夏これ。あ、だんだん前の前に出てきた。これ、ね、夏は通気性もいいと思うんだよこれ。ね。はい、海明神不審者。海明神不審者。海明神不審者。これ海明神ファミリーにいそうですよ、これ。ねえ。うん。絶対不審者だよ、ね。これいいな。紙袋いいっすね。ねえ。うん。ちょっとこれ僕も気に入りましたもん。こいつ出そうよ。占い師。これ出しましょうよ。安い。安いな、こいつ。安いっす。じゃあもう。ポポアイ。ギャー、ポポアイ。ヘイ、オリーブ。今から助けに行くぜ。でで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 、これ一番しっくりくる。違和感がないんだ。違和感ないです。別にこれなしの絵もできる。そうそうそう。別にこの絵に頼らなくてもいい。
なんでしょうね。これもあのメイク次第ではこれできますよ、僕も。ね、これはできるよね。うん、頭が丸いですね。可愛くなったでしょ、これ。万が一後ろ通った人に見ちゃったらどうすんだ。さっさっさって動いて。やっぱこれだな。これハマるんだな。君の瞳に乾杯。でも、もうだからこれ外国系じゃないですか、どっちかっていうとこの顔つき、はいはい、でこのスキンヘッド入るじゃないですか、はい、外国の方って、これ、うん、かっこよくないですか、これこのスキンヘッド、なんか俳優さんでいそうだもんね。そうですよね、これね。このハワイねえと思ってハワイですけど、こういう顔立ちでね、スキンヘッドのこといそうですよね。なんかいそうだよね、見たことあるような気がするもんね、うんうん、これでちょっと僕の顔整形していただいて、うん、うんこれ、うん、この見つめてるどうですか、かっこよくないですか、イケメン。なんかね、はい、人気出そうだね、はい、エクスチーニさん不思考親分の2代目作らなきゃなっていうことで、エクスチーニさんお願いします、ぜひエクスチーニさんお願いしますそういえば来週の裏番組、あ、来ましたね、久々に志村けんさんの大丈夫だ、へえ、来ましたね。2人に質問ということで、ゴールデンウィークの予定はありますか、私はまだ決まっておりませんということで、 GW、 ゴールデンウィークの予定、君たちのために開けているよ、一緒に素敵なゴールデンウィーク過ごそうよ。ほらこういうセリフもこの顔ならまあまあまあ許せるでしょ、もうね、うん、先生皆さんも茶番にお付き合いくださいどうですか大輔さん的には、なんか GW、 あ、顔ずれちゃった、僕は前後で、はい、あの東京っていうか関東に行ってる、はい、関東だとあれか静岡に行ってるんで、はい、そこは仕事しようかなと思ってます、はい、だから皆さんがだから休みの時は、うん、僕一番仕事しないと他休んでるんで前後で休んじゃったんで、そうですね、ね、そんな感じですかね、はい、今年はゴールデンウィークに君の血を吸いたいな、あ、ゴールデンウィーク明けのだからね、5月の、はい、何でしたっけな、あの3週目ぐらいのほら、キラキタは、はい、ミーボーズのこの顔でずっとキラキタやりましょう、この顔でキラキタ一人で微動だにしないな、この顔この顔で、うん、ずっとキラキタを、これどうなんだい、この斜めにした感じよ、ちょっと言ってみてもらっていいですか、あの、うん、台本持ってくるんだ、はい、ちょっとね、練習練習、かっこいいな、5月の練習、男前だなこの顔、うん、ちょっとなんかだってオープニングやってください、ちょっとオープニング、この顔に合った感じでボイスでいけばいいですね、ね、お願いします、この番組、あ、ちょっとそれダメ、それやばないで待ってください、ここからしたらいいこんばんは、3月18日火曜日の午後7時を回りました。キラキラ。FM 札幌村ラジオのスタジオから生放送でお送りします。この番組は、きらめく。ちょっと顔ずれてきた。やばい顔ずれてきた。あの音、の音。きらめく北海道の情報をインターネットを通じて、全国へも。ちょっとまた顔ずれた。顔ずれた。この番組は、上手なもん一つバラエティ番組です、全然バラエティじゃない目線がバラエティじゃない、ちょっと顔ずれちゃったもんちゃうこの番組は君と甘いひとときを過ごす番組で、ちょっとずれるなぁ来い来た、ほらいい、この顔になりたいな、ほら今日のラインナップ、キラキタピックアップトークは君をピックアップちょっとハマるんじゃないですか、これあの臭い言葉もこの顔ならなんとかなるじゃないですか、キラキタピックアップトークは君をピックアップいいじゃない、これいいじゃない、
じゃあさ、バカだな、俺。じゃあさ、ミニオジンパレードの占いもさ、絶対人出そうよ。この人？いや、この人じゃなくて、なんか誰か、あの別のキャラクターを。そうですね。誰かいないかな。さっきの。パレードさんに顔あってみたいな。さっきの、あの紙袋の人ですか？やってみようか。紙袋。これでやってみようか。こはい、自分で話を紹介しなさい。海明神パレードさんによる占いコーナー、大明神になりきれないまま早51年、人は迷うとこうなってしまう。海明神紙袋です。どうも皆さん、海明神パレード海明神不審者です。皆さん、カードをちょっとこのカード出してもらって、はい、じゃあね、あ、占いしてみよう、うん、試しに。どうも、お耳おじん不審者ですよ。いいね。いいね、これだ、口開くんだ。え？開きました今。なんか口一瞬開いた気しと。え、どうやって開くの？わかんない。なに、ホラー現象。え、なにホラー現象、今開きました？今一瞬開いた気がしたよ。あれ、なん、めっちゃ今口開いてますけど。なんだ、なんだ、一瞬開いてる。あ、でも確かになんか開く絵とかもありますもん。ねえ、笑い開いてる、たぶん。びっくりした今。ダメだ。今気持ち悪いと思って。表情は変わんない。しかあ、ちょっと待って。おお、今笑った、今笑った。何、どうしたらいいの？気持ち悪い、これ。どうしたら笑うの？え、どうしたら笑うの、これ。目出てる、目から見えてる。え、どうやったら笑うの、これ。それ、ふなしだったら大変だから。ふなし。いや、帰れえ、どうやって笑うのこれ。どうやって笑ったんだよ。あ、来た、一瞬も。え、どうやったら笑うのお前。何, 笑わしてー。どうやったら笑うんだろう。え、すげえ使いこなしたい、これ。あ、来た、来た。え、どうやったら笑うの。え、なんかな、まあ、まあ。あの、あなた見たらね、死んじゃう。一番の指示。とりあえず占ってもらって。そうですね、占いやってる間に、はい、いろいろ、あ、もういいや。大丈夫。占いやってる間にさ、はい、多分口パコパコ。海明神不審者です。カードは白黒赤青、白黒赤青。海明神不審者です。ちょっと動いてるんですよ。はい、また一瞬動きましたね。うん、白を選んだあなた。パレードしながら力ない様子。そして、怖っ。赤を選んだあなた。パレードしながら、これは。この人この絵怖いな。この絵怖いな。この絵怖っ。この絵怖っ。子供泣くってこれ。これ怖っ。占いっていうか呪いかけられそう、これ。そうそうそう。これで不幸とか言われたらやばいって。この中からカード選んでください。こめあ、じゃあ引いてもらうか、本当にタイムライン、はい、左から何番目とか右から何番目。じゃあちょっと皆さんタイムライン上でカードを選んでください、ね、左から何番目、右から何番目、まあ、真ん中から何番目でもいいですよ。タイムラインで書いてみてください。海明神不審者。今出した状態の方がいいんじゃない？見てもらった方がいいんじゃない？カード。海明神不審者の名前かだけ出してもいいし、ね、海明神不審者の占いコーナーです。左から右から何番目みたいな。左からっていうのはだから画面上皆さん見てることになるから、それでまたね、選んであげましょうか。うわー、ごめん。若干画面止まってます。いや、覆面の中に一瞬カード入りませんでした。気持ち悪い。あー、覆面の中にカード入る。気持ち悪い。覆面の中から出すみたいな。右から5番目。右からだ、こっちだから。1、2、3、4、5。右って反対だよね、エクシンさんから見たら。画面からですよね。画面からこう見てた、こう映ってるわけだから。こう映ってるわけだから。
ち側ってことですよね。こっちか。そうそうそう。そっち。1、2、3、4、5。どっちだって、どっち映ってる？まあいいや。だから右だから、ちょっと指差してみて。こっちだ。こっちから、こっちからってことね。右だ。そうだね、そうだね。カード入れ替わっちゃった。これだ。これだ。で、怖い怖い放送事故です。これはですね。この人これだ、やっぱり。エクシェンジさんの明日の運勢でございます。パレードしながら何もしない様子。だから何もできません、あなた。明日は何もできませんよ。怖え。この人怖えな。海明神不審者でした。怖いな、この人。でもこれやるわけですよ。次回の海明神。次回もう夏にしようよ。夏のね、海明神は、海明神リニューアルの際にはもう紙袋。これ怪しいっすね。マジでなんか黒魔術とかしてそうな人ですよね。なんかあの、カエルとかを煮込んでそうな。うわぁ、怖っ。カエルとかなんかもう紫色のなんか液体とか煮込んでそうですもんね。うん、ね。怖いなぁ。それは不審者ですよ。微妙人不審者。新しい人。不審者って英語でなんて言うんですかね。あ、でも英語でパレードとかさ、ああ、その前グレートとかカタカナだから、ああ、たまに漢字もいいんじゃない。あのね、不審者はドストレートすぎますよ。いいと思うな。捕まりますよ。海明神不審者って言ってるぐらいだから大丈夫だよ。英語にしましょう。もうちょっとフランクな感じしましょう。もうそのまま捕まってもおかしくない。エクシンさん4月から、ね、いやだからみんなだからタイムラインですいません、うん、不審者がいますとか、ね、そしたらみんな見るじゃん、見ます、ね、不審者出てるなってみんな見るじゃん。したらあいつ出るんですよ。いたーって面白いじゃないですか。おべやさん、そうですね、ヤモリとか入れますね、ああいう人はね。で、画面的にあったか、あのマスクから中身袋からカード出てくる。バラ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 って、いや怖いよ、きっとそっからダラ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 。でも面白いよ。そうか、顔からカードを出す海明神不審者。確かにね、確かに海明神不審者はいいですね。面白いよ。捕まるよ。外のイベントとかでやったら捕まるよ。すいません、じゃあ梅原さんあたりがどうか、毎週この時間になるとすいません不審者がいます、不審者がいます、アットキラキタとかシャープキラキタ。僕らは一切触れませんけど、そういう人に限って、ミーポー、ミーポーって。FM 札幌村ラジオに、不審者がいるって聞いたけども。じゃあ、ちょっと次回、夏ですか？夏は海明神不審者。人は迷うとこうなる。ね、不審者になる。人とうとう迷うと不審者になっちゃうんですね、人はね。ね、じゃあ、海明神不審者。いいですね。やっぱやってみるものですね。久々にね、こういうのね。うん。うん、ちょっとヒントがありましたね。耳明神不審者。耳明神不審者、怖いな。怖いな。こっからカードがバラバラバラって出てくるんですよ。いや、いまだにあの、笑うのどうやるかわかんないんですよ。そうだね。どうやったら笑うんだろう。どうやるんだろう。紙袋でもちょっとその辺なんとかしないと。まあ、ですね。不審者って言えばこういうのも不審者ですけどね。十分不審者ですけどね。やっぱり、グミボですってやるんですね。ずらか買ってくださいよ。さあ、ということでございましてですね、札幌地方はまだまだ、冬っぽいのが続きそうですけれども、なんとか春に向けて元気に、やっていきたいなと思います。あすこと、あすこと、最後にやるんですか？何を風よかったもん。ダメですね。では皆さん、また来週元気にお会いしましょう。では皆さん、ありがとうございました。さよなら。また来週です。